シルビア・フークスはオランダの女優である。北ブラバント州マールヘーゼで生まれ育つ。オランダ語、ドイツ語、フランス語、英語を話す。高校卒業後はマウストリヒトシアターアカデミーに通う。14歳の時にエリートモデルマネジメントによりスカウトされる。最初の仕事はエルガールのカバーであり、その後数年間はヨーロッパでモデルとして活動する。 マーストリヒトシアターアカデミーを卒業した直後、ヨス・ステリングの映画、リュースカに出演する。同作により彼女は、オランダのアカデミー賞といわれるゴールデン・カルフの女演女優賞を受賞した。その後彼女は、デストーム、ティアゼ、デベンデ、バンモス、ヘッド名車 EN でデュード、鑑定士と顔のない依頼人などに出演した。2010年から2014年には、 オランダのテレビシリーズ、ブラッド・リレーティブス、2011年から2015年には、アダルタリーに出演した。2017年にフークスは、SF 映画、ブレード・ランナー2049で、レプリカンとのラブを演じた。撮影にあたって彼女は1日6時間、週6日間のウェイトと格闘技のトレーニングを行った。同年には、リュック・ベッソン制作のアクション映画、 ネイビーシールズナチスの近海を奪還せよに出演した。2017年10月、ドラゴンタトゥーの女の続編となる、蜘蛛の巣を払う女にキャスティングされた。ありがとうございます。